バレンティーノ・ランド・ラザロは、オーストリア・グラーツ出身のサッカー選手。オーストリア代表、SL ・ベンフィカ所属。ポジションは MF。オーストリアのグラーツで、アンゴラ人の父親とギリシャ人の母親のもと生まれた。2012年11月3日、FC ・アド・ミラ・バッカー・メイドリング戦にて16歳と224日で、プロデビューを果たし、ブンデスリーが最年少出場記録を更新した。 2014年2月23日、アドミラ・バッカー戦でプロ初得点を記録した。2017年8月3日、ヘルタ・ベルリンへ期限付きで移籍した。契約には完全移籍のオプションがついている。2019年7月1日、インテルナゼオナーレ・ミラノと2023年6月30日まで契約を結んだ。2020年1月24日、 入ッするユナイテッド FC に2020年6月30日までの期限付き遺跡が発表された。2020年8月20日、ボルシアメンヒエングラートバッハに1年間の期限付き遺跡が発表された。2021年8月31日、SL ベンフィカへのローン遺跡が発表された。オーストリア代表として各年代でプレーし、2014年5月30日、 アイスランド代表戦で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。